はい、お待たせしております。秋の新作大放出祭り、いよいよスタートしたいと思います。まずはですね、ピアッチャン作のスリランカ産のですね、バナジウム系クリソベリルとネオン感が印象的なですね、クリソベリル、こちらもスリランカ産ですけども、4世紀ですね、まずご紹介していきたいと思います。まあ余談ですけども、今日からイルモが愛知川オフィスに、合宿に入ってますので、まあ、隣でいろいろ撮影をしたりですね、販売の準備をしていたりと、いろいろと邪魔をされていますけれども、ちょっと今現在も隣でいろいろやってますけれども、その辺はまたおいおい、ご説明していきますので、まずはこちらの、新作大放出祭り、一発目、いよいよ開始したいと思います。はい、それでは1個ずつのご紹介で、まずはこちら 0.29 ですね。この中で一番小さいサイズにはなりますけれども、まあ小さいからといって本当に侮れない、素晴らしい仕上がりになってます。バナジウム系のこのグリーンとですね、この丁寧なカットで仕上げたオーバルのきらめき、もうすでにご覧いただいているようにですね、表は当然ですけども裏からもファイヤーが飛び散るような、いい仕上がりになってます。まあ、若干ちょっとだけ今インクルージョン見えると思いますけど、スッとあるだけですけど肉眼で見えるものではありませんので、はい、で続いてが 0.57、 これがこの中で一番濃い、バナジウム系のグリーン感じられるかなと思いますね。非常に、しっかりとした色合いとですね、まあもうカットはご覧の通り、抜群ですので、時折赤ファイヤーなんかも飛び散ってくるようなですね、赤ファイヤー青ファイヤーが飛び散るような本当に素晴らしい、ものになっていると思います。これはかなり価値があるなというようなものになってますね。はい、で続いて 0.68、こちらはですね 0.57 に比べれば、まあ、薄いという表現はあんまり使いたくないんですけど、まあ、本当に色の違いはあるかなと思います。ただこの色はですね、正直すごく爽やかな感じを感じのものになりますので、この淡さがすごくいいのかなっていう感じがしますね。個人的にはこれ、なんて言うんでしょう、本当に爽やかなバナジウムグリーンなんで、結構個人的にいい、評価が高い石になりますね。はい、もちろんこれもファイヤーが飛び散るような素晴らしい仕上がりになってますので、おすすめですね。はい、で最後が、0.70 ですね。もうこれは本当に特有のですね、ネオン感とあとシルキー感、まあ本当にいい感じの石ですね。ネオンシルキークリソベリルっていった感じでしょうかね。はい、独特のベールに包まれたこの神秘的なきらめきをぜひ感じていただきたいなと思います。はい、いいですよね、綺麗ですね、すごくこういうのも好きですね。はい、ではこの辺をですね、まずはこの4つを、ね、出品の準備に入りたいと思いますけれども、続々とですね、新作の方の撮影も進んでますので、まずは動画を上げてご覧いただくパターンも出てくると思いますけれども、出品が完了しましたらホームページの動画を上げているところにはですね、出品完了なり、出品中なりというような表示つけておきますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。はい、それでは行きますのでよろしくお願いします。以上です。